ました。まあ、うちらほとんど練習あまりできないまま来たんで、すいません、ちょっとしたミスもありましたので。2ステージありますしね。この後はね、いつもライブでやってるドテーマの曲なんで、じゃあ思い出のバス通りそのまま行きましょうか。私がバスの運転手やってると、まあいろんなお客さん来るんですよ。そうするとね、なんていうんですか、大体今ほらバスっておじちゃんとかおばちゃんとか小学生しか乗らないんですけど、たまにね女性の方って乗るんですよ。ほんのたまにね若い女性とかってね、ちょっと運転手さんやってたのでつくめちゃったりしてね。でもあんまりねほらときめきすぎるとね、今流行りの不祥事とかになっちゃうんでね。で、ね、なのでね、まあそんな運転手さんとね、バスの綺麗なお客さんとの出会いと別れです。やっぱり別れが出ちゃうんですよね。どこで分かります、その気持ち、切ない気持ち。どんこちゃんがバスに乗ったらときめくんでいるかもしれませんので、セクハラとか言っちゃダメですよ。それもドラマなんで。じゃあ行きましょう。探しに走る。でも彼女の姿はもういない。彼女が僕を訪ねた。今朝バスの中傘を忘れたと。それからお互い顔なじみになっていた。ある日彼女は僕に告げた。明日私はお嫁に行きます。今までお世話になりましたと言って、最終バスで彼女は降りてゆく。探したけれど、彼女の香りは木枯らしに消えていた。
どうもありがとうございました。切ないですね、自分でやりながら。意外と堤さんのね、カツが切なくしてる。気のせいですか。ってことでね。